皆さんこんにちは、みのりんです。はい、本日はですね、私が最近とてもとてもハマっていることがあるので、それをご紹介したいと思います。それはラッシュです。私ね、最近本当にちょこちょこラッシュラッシュに行っています。ほらほら、こんな感じで結構ね、ほぼ毎週行っていて、新しくバスボムをたくさん買っていたり、あと最近はね、お風呂のもの一式ラッシュに変えちゃいました。ちょっとね、お風呂の方見てみましょう。はい、こちらが私のお風呂の中なんですけども、見ても分かる通り、ラッシュ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 、もう全部ラッシュなんです。これがシャンプーで、コンディショナー、そしてあとはボディスクラブとか、頭から先っぽまで全部ラッシュなんです。ほら、こんな感じで今最近すごくラッシュにハマっているんですけども、なんといってもやっぱりバスボムにハマっているんです。この前はね、ラッシュが切れちゃったので、夜な夜な自分でバスボムを作ったりして、今本当にバスボムにハマっています。リラックスできるんです。気持ちいい湯船の中に、ふわっといい香りの、しかも肌にいいバスボム、一日の疲れが取れるんです。結構使っているんですけど、まあ、バスボムがすごくいいバスボムだからだと思うんですけど、でもお高いというわけで、自分で作っちゃおうかなと、 DIY 魂の腕の見せ所です。というわけで、バスボム作り早速始めていきましょう。この前私自分のバスボムを作ったんですけど、やっぱなんか違うんですよね。ラッシュのバスボムってミルキーな感じで、ちょっと泡だったり、なんかね、一般のバスボムと違うんですよね。ので今回はそれも再現してみたいと思います。いろいろと買ってきました。じゃじゃん、いろいろと集めてみました。実はね、私自分の動画でバスボムを作ったことがないんです。いろいろな DIY をしてきたんですけど、バスボム作りは初めての動画なんです。張り切っていっぱい買ってきてしまいました。重曹とクエン酸だけあれば、実はバスボムって作れちゃうんです。要はこれを一緒に混ぜて、ちょっと固めてみたら、ブクブクってするバスボムにはなります。ラッシュのような泡立つキラキラとしたものにはならないので、今回はね、それを再現するためにもいろいろと用意しました。環境にいいものを使って、素敵なバスボム作り始めていきましょう。クエン酸と重曹を1対2の割合で混ぜていきます。これはね、絶対に必要なんです。もう大量に作りたいので、ドバドバって入れてっちゃいましょう。重曹を1、2ぐらい、3ですね。これは1パック3コップ分入っています。ということは、クエン酸は 1.5 ですね。はい、これでも基本中の基本、この中に好きなだけ好きな材料を入れることができます。で、いろんなサイトがあって、それぞれちょっと違ったりしていて、あとはもう本当にお好みと、あとはちゃんとバスボムの形になればいいと思っているので、半分感覚で作っていきます。まずこれに追加するのはエプソムソルトです。お風呂に入れると素敵ですよね。私が見たサイトではクエン酸と同じ量を入れてる方がいたので、同じ量入れますってことは 1.5 杯分です。まず1杯分に、おー、すごいことになってきたぞ。今回ユニコーン風のバスボムを作りたいので、3色作って混ぜていこうかなと思っています。3等分しちゃいます。まあこれぐらいでしょうか。続きましては液体を混ぜていこうかなと思います。簡単なバスボムを作りたい場合は、お水だけでも大丈夫なんです。お水だけでも作れますが、お水の代わりにいろいろな油とかベースになるのが、こちらのスイートアーモンドオイルです。あとね、特バー油もうちょっと、ほんのちょっとね、混ぜていこうかなと思います。あとはね、ココナッツオイルとかゴホバオイル、いいですよね、をこの中に好きなだけ混ぜちゃって大丈夫なんです。そしてブクブクって、あの泡っぽいところが大好きなんですけど、ラッシュのバスボム、あれを作るのはね、実は SLSA っていうね、お粉が必要なんです。アメリカのアマゾンだと簡単に買えるのに、日本のアマゾンで SLSA ってね、タイプして調べてみると、サルサしか出てこないんです。食べ物のサルサしか出てこないで、いろいろと調べたり検索しようとしたんですけど、サルサ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 しか出てこないので、もうちょっと諦めました。 SLSA 以外で泡風呂を作るバスボムを調べたところ、すごく簡単な方法がありまして、それがバブルバスの石鹸、バブルバスを混ぜることです。というわけで、今回はこちらの赤ちゃん用のバブルバスの石鹸を混ぜることにしました。あとは着色材料です。はい、では油を入れていきます。決まった量とかがなくって、いい感じに固まるまで混ぜていく必要があります。というわけで、ちょっと多めに入れて、多めに作って、あとは感覚で混ぜていきます。よいしょ、もうちょっとかな。オイルをたっぷりと混ぜて、おー、いい感じに混ざりました。ではこれを3つに分けちゃいます。これまた3等分。あー、入れ忘れたものがある。忘れてた
エッセンシャルオイル、香りを入れるの忘れていました。今回はバニラとベルガモットの香りを入れていきます。個人的に好きな香りです。でこれをですね、着色材料入れます。あまり入れすぎてしまっても湯船がすごいことになるので入れすぎには注意です。なんかこれ入れすぎた気がする。ほんのちょっと入れたのにすごい量。はい、というわけで待って、ここでねちょっと一つ忘れてた、コーンスターチ。これもね必ず必要ではないんですけど、まとまりやすいということなので戻します。クエン酸とほぼ同じぐらいの量になるまで入れまして、よく混ぜます。わあ、なんか気持ちいい。よく混ざったところで、はい、煙がすごい。コーンスターチが3等分できたので、うおーすごい、手が粉だらけになってる。でこの中にちょっとずつさっき作ったオイルを混ぜていきます。ふわっと入れて、こんな感じふわっと入れたら手で混ぜちゃいます。で若干泥団子ができるくらいまでに混ぜていきますと、どうだろう、グッとして形になるぐらいなんで、あともうちょい必要ですね。ちなみに足りない分はお水をシュッシュッと入れても大丈夫です。あ、いい感じじゃないでしょうか。うん、いい感じいい感じ。青いきましょう。どう、かなり好みなパステルブルー。はい、青完成。最後真っ白です。残りの油を全部入れて、はい、いい感じになってきました。はい、というわけで最後はこの型の中に入れたら完成です。こちらのクラフトグリッターもうちょっと使っていきながら混ぜていきます。まあちょっとそこにラメがついたなぐらいになったら、ピンク、白、青、あとは適当に混ぜていきます。はい、盛りだくさんになったらガチッと合わせてギュッとやりますが、ちょっと少なかった、もうちょっと入れてもよかったかも。でパカッとね、おー、めっちゃ良くないですかこれ。いいね、超好みなんですけど。ちょっとパステル風の自分好みの色と香りのバスボムができちゃいました。めっちゃキラキラしてる、すごーい。あー嬉しい。でこれは一つずつ横に置きますと、ちょっとホットプレートの上に一旦置いていきます。これは売りたい。というわけでキラキラを少々、白、これでよっ、おっ、いい感じにいきますよ。せーの、はい、いいね。でギューっとギューっと、皆さんこれ販売したら買ってくれますか。めっちゃ楽しいんだけどこれ。何度見てもいい感じ。形が崩れちゃった。あとね、時が経ってしまうと乾いてくる。大量にいっぱい作るのって大変だね。じゃん、はい。そしてもう一つ作りたいバスボムがあるんです。というわけで重曹1、クエン酸 0.5、 コーンスターチ 0.5、 エプソムソルト 0.5、泡風呂を作るためにはこちらを入れたんですけども、もう一つ作る方法がありまして、それはこちらです。粉ミルク、粉ミルクを入れるとミルキーなバスができるということなので、で自然にもよくって、粉ミルクバスボムを作りたいと思います。こちらもクエン酸と同じように 0.5 を入れます。でよく混ぜます。自然とちょっと黄色っぽい感じになりました。続きましては液体系。さっきと同じようにアーモンドオイル、好きな香り、バニラ多めにします。その他入れたい油とかに。そしてなんと最後にはこちらです。じゃじゃん、蜂蜜。自然にもいいということで愛されているバスボムの材料なんです。はい、今回は自然なミルキーな感じにしたいので色は入れません。入れて混ぜます。牛乳風呂は人気ですし、蜂蜜もお化粧品として使う方も多いので、とても自然なんですけどお肌にいい感じになりそうです。おー、いい感じになってきたので、またまた固めていきます。はい、というわけでミルクハニーバスボムです。これもどんどん作っていきましょう。そして最後にちょっと残るようであれば、さっきの残りとこれも混ぜて最大限バスボムを作っていきます。ミルクハニーバスボム850円。こんな感じでできました。やっぱ最初に作った方は色がちゃんと分かれてるんですけど、最後の方は全部混ぜちゃったので一色になっていますが、キラキラしててね、これまた可愛い感じに。あと最後にミルクも混ぜてみたので、ちょっと黄色が入っているのもあります。あとはこれを1日置いて乾かしましょう。
はい、次の日なんですけど、じゃじゃーん、バスボムできました。これとこれを昨日の夜試しまして、はい、お風呂ができたので入れてみます。ではまずはミルクバスボムからどうぞ。はい、お、浮いてる浮いてる。あ、いい感じ。あ、香りもいい。個人的にはね、もうちょっと泡が出ている方が好きなんですけど、でもちゃんと泡風バスボムになっています。それでは入れてみます。はい、泡の量がすごい。ミルクのやつより全然多いですね。ほんのり青いかな。色はね、やっぱり薄い感じ。ちょっと改善必要だなと思ったので、いろいろと作ってみました。夜な夜なね、こうやっていっぱいやってたんですけど、めっちゃ楽しくって。ちなみに昨日の夜夜な夜な作っていたので、指がすごいことに気づいたらたくさん作っていたんですけど、こっちの方にございますのはうまくいかなかったものとかもあります。だからね、結構難しいですね。お水とかを入れすぎてしまうと爆発してしまいますし、お水が少ないとちゃんと形が保たないので、めちゃくちゃ繊細だなと思いました。お水があるので入れて試していきたいと思います。というわけで全4種類というわけで全5種類ですね。最後こちらを試してみたいと思います。ちゃんと色が変わって香りが強くなっていたら成功です。 3,2,1 じゃん。お、すごいすごいすごい。バブルバスをたくさん入れたので泡がちゃんと出ています。これですよこれ。そしてさらにお水が結構青くなっています。私が作りたかったバスボムです。横から見ても泡の量がすごいことになっているので、あ、でも香りはもうちょっと入れてもいいのかもしれない。意外とね、たくさん入れたと思っていても結構香りってかき消されちゃうんですね。このモコモコ具合にたくさんラメを入れたのでキラキラしている感じ、超大成功なので今日の夜が待ち遠しいです。そして一番最後にこれらを保存したい場合とか、あと販売したい場合、こちらを使っていくことができます。入れましてと、あとはヒーターガン、これをオンにすると、はい、放送されますので、こうやって保存しててもいいと思っています。本気で DIY チャレンジ、バスボム作りでした。なんか作るのが楽しすぎて趣味になりそうです。もっと作りたい。あとね、いろんな材料を入れて作ることができるので、また試してみたいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。